ーディング自体で言うと1年。やっぱ今日も久々に歌ったけどできないことがやっぱ多すぎて、やっぱり難しいですね、急にやるのは。そのタイム感もね、忘れるぐらいになってたからスケジュール的に昨日詰め詰めになりましたけど。もともとそのこのアコースティックのアレンジしようってなった時に、できるだけそのまあ生の音で再現できるものでっていうテーマで進めていった部分もあったので、まあトールンジで最初デモ作ってアレンジ詰めていったんですけど、その中のアイデアでこういうのいいんじゃないかみたいなのが結構あって、めちゃくちゃいい。やってもう一回やっていいですか、これ置いといて、はい、もう一回やって。はい、わかりました。やります。でもレコーディングでこうやってちゃんとマイク立ててレコーディングしてっていうのは初めてだったんで、僕もすごい勉強になったし、普通に楽しかったですね。なんかまあさっきともくんも花本こんだけちゃんと撮ったの初めてって言ってたんで、確かになみたいな、やってみたら想像以上に、うん、なんかめちゃめちゃいい感じにすげえかっこよくなってるんで、これがなしでちょっとレンジが広がる。また原曲とは違う感じで、なんか多分聴いてる人もすごい楽しめるんじゃないかな。もう OK でしょ。全然 OK でしょ。OK じゃない。全然 OK でしょ。OK でしょ。OK でしょ。もう帰ろ。なんかいい感じの雰囲気のスタジオですね。ね、うん、居心地がいい。初めて。うちらでやるのは初めて。うん、はい、ダブル、あ、まあダブルって違うギターの方がいい。なんかすごいいい感じ。いい感じ。うん。おお、これもいいな。こっちの方からいこうかな。ギブソンから。リアレンジっていうかアコースティックバージョン、再構築していくっていう。そこが面白くて、新しいものを見つけられる、その作業を久々にやったって感じですね。これは結構普通に甘いですよ。本当すぎるぐらい甘いです。甘かった？普通に甘かったです。ライブでなんかやりたいなと思えるぐらいの出来になったので、せっかくこうやって作り込んだんで、今回なんかライブでやりたいですよね。なんかスペシャルな日に。シンバル取っとく？シンバル、うん。ああ、シンバル？うん。いいよ。そうやね。まあ取っといた方がいいかな。そうやね。ね、スプラッシュか普通のシンバルか、普通のシンバルの方がいいかな。どうやろう、この曲。どうやろうな。この曲はもしかしたらちょっと大きいやつの方が合うかもわからん。もしまあ一回鳴らしてみようか。ノリやん。
もやっぱり生音で撮ってやるのは気持ちいいですね。何よりこのレコーディングっていうこの現場も結構久しぶりだったんで、なんやろ、でもここ最近で一番バンドマンっぽいかも、この空間めっちゃこの深夜までやってる感じめっちゃ楽しいかもしれん。11時過ぎてる、うわ11時20分バンドマン、マジバンドマンの時間完全にバンドマン、これ完全にバンドマンの時間、時間なんて関係ないみたいなね。いやいや疲れるか個人的にはもうすごい楽しい時間でした。はい、戻ってきたなっていう、いつもの日常がなんか戻りつつあるなっていう感じですかね。なんか久々になんかあっちでその4人で合わせた時に、なんか久々だなみたいな、この感じ。